はいどうも、ルルカです。ライバルアリーナ VS やっていきたいと思います。今日は5の月ということでね、変わってますね。捕獲エリアの相手がね、ジンバの戦術。ちょっと行ってみましょう。グーチョキパー。風の女帝シオン、まあこのままいけるっしょ。でグーチョキパーのグーチョキパーこんな感じか。悪くない。こうだな。敵の守護動かない。どれを捕まえたらいいのかよくわかんないけどね。とにかく捕まえるか。最初はね、よくわかんないし。オッケー。ブロンズとシルバーのクリーチャーを1体ずつ。アルバトル。イオルティ。ま、両方とも初ゲットですね。グー、チョキ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 パー。編成を見直した方がいいだろう。まあ、俺グー2枚しか持ってないからね。1枚グーに変えるか。そうだね、こいつだね。リーチャー40種類。やったー。遠征。今日はちょっとこれ遠征のね、その3のところまで行ってきます。なんかこう、未獲得ってなってるんで。で、グーを2体編成して、パーを引っ込めよう。こうだな。それかもう最初からグーで来るんだったら、こっちも全部グーでいくか。ドリュッ。相手は駒を変えることをしてこないんだな。で、こいつ2体目だよね。ゲット。解放席に変えるぜ。お前もだ。今はなんか 100% でゲットしてるけどね。基本弱らさないとゲットできないみたいな感じで書いてあったんだけど。
挑戦？あ、まだ続くってこと？あ、そっか、そういうことか。グー、チョキ、パーいるってことは、戻しますと。こうかな。いいね、ナイスだね。とりあえずこいつもう一回捕まえとくわ。とりあえず持ってるから解放値をね、稼ぎます。まあちょっとしか稼げないけどね。これ地道ですな。しかもこの捕獲エリアだとさ、弟子任せとかもできるしさ、オートがあるってことですよ。2位しかなんない。ブロンズだからか。まあもうブロンズのやつはもう捕まえない。魔人像。シルバーでも4なんだ。じゃあこれもっと上のところでゴールドあたりを捕まえて、それを魂結晶に変換するっていうのがいいんだろうね、きっとね。え？シークレットミッション達成したって。これ結局シークレットミッションわかんねえんだけど。教えてくれればいいのにね、シークレットミッション。わからないまま終わるみたいな。さあ、ちょっと行ってみます、ここ。ゴールドだね。黄金の躍動、ヒョンバ？わかんない。わかる人教えて。グー2枚、チョキ3枚、パー4枚。パー4枚だからグーを減らした方がいいか。っていうより何か増やした方がいいんじゃないこれ。チョキ。増やして、パーが2枚っしょ？で、グー1枚減らしてパー入れるか。相性悪い。そうか。難しいな。消費3枚。ああ、こういうとこになると3枚とかになるんだ。挑戦。グーチョキパーできてるから、こっちもグーチョキパーで。こうかな。グーチョキパー、チョキパー。流れ的には OK だと思うな。パーから出すか。行こう。最後パーだしね。うわ、しくったな。こうだな。相手動かないからもうこのまま。
で、チョキパーチョキ。だから、グーグー。グーグーチョキか。これでいこう。あれ動くんだ。横移動のみ。全然動かねえんだけど。よけた ここに来て動いた一体何なんだ 不思議な動きをされた。さあラストだね。今度はこれ通信中なんだね。グーパーパー。だから、チョキ、パー、チョキかな。で、グーを出す理由がないので、もうここで終わりでいいですね。これがターゲットか。これ捕獲ターゲットってことだよね。これを入れ替えると、70%。このままの方がいいんだよな。で、捕獲 100% にして、ミス。動かれたらダメなんだ。むず。オッケー、勝ちました。とりあえず目標達成ですね。ゴールドのキャラを。で、こいつを集めまくって、ってことだよね。で、上の方行けばプラチナのキャラとかも手に入るから、それをこう、結晶化していけばいいと。で、使うもよし、結晶化していくもよしって感じだよね。アビリティとかないしね。一番下行くと、だってこれだもん。ゴールド、アロー。さらに下行くと、ダイヤモンド、シオン。超難しいんだろうな、きっと。すげえ、これちょっといつか攻略出しますね。ちょっと今の俺はとこのぐらいが限界だろうね。対戦。ああ、参加するの忘れちゃった。今日だ。おお、今日大会じゃん。楽しみだな。チケットがあるから参加できる。参加します。で、最後、公式戦を、一戦ぐらいやって終わりにしようかな。これ結構面白いんで、奥深いんで、なんで俺がそういう風にやったのかなとか、こうすればいいのにとかっていうのとかがあると、まあ楽しいですね。嬉しいです。あ、面白そうですね。これレート下でもね、さ、この辺りだと負けるからね。グーグーパーチョキ。グー。グーパーチョキ。こうかな。で、グー。パーが来るから、グーは後回しで、こうだな。
と不思議な動きをされたな。パー、グーをまず殺そうっていう魂胆か。え、いきなりヒーロー出たわ。横逃げればよかったのにね。弱点だから。多分動かないっしょ。ねえ。弱点目の前にいるから。すまんな。もしかしたらまだ突撃のルールも知らんかもしれないけどね。ちょっとうまい形に誘い込んだ感じになりましたね。あべ、ツイッターにも投稿になっちゃった。これね、めんどくさいんだよね。ツイッターに投稿されると。まあいいですね。弟子がすげえ頑張ってるんですよね。俺がいない間に。うん。こいつの手に入れたスターも手に入るんでね。面白い。はい。というわけでね、今日はこんな感じで、終了したいと思います。これ遠征が結構暑いね。3日に1回変わるっていう、その感じが。あと、この、禁域っていうのはどうやったらいけるのか。これが早く知りたいですね。もっとクエストクリアすればいいんだろうけど。ダイヤモンドもあるじゃん。こっちもダイヤモンドだったっけ？こっちもダイヤモンドだったか。プラチナ飛んで。ちょっとストーリーもね、進めたいな。はい。ではご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。